ストリートとはアメリカのオートバイ製造会社であるハーレー・ダビッドソンが販売するオートバイである。シリーズ車種として排気量別に2車種が生産されており、型番は XG。本校ではストリートのエンジンを搭載した競技用車両である XG750R についても記述する。ストリートは2013年の以降まで発表され、35歳以下の ライダーをターゲットとし、都市を俊敏に走り、タイトに曲がることを目指して設計されたオートバイである。エンジンは、完全新作の水冷60度、V 型に気筒で、スポーツスターよりも重量は 30kg ほど、軽量であり、カフェレーサーのような外観と、クルーザーというより、ネイキッドに近いハンドリングで取り回しも軽くなっている。2016年現在、 750cc と 500cc が生産されているが、日本では 750cc のみが輸入販売されている。価格も低価格であるため若者にも買いやすくなっている。なお生産はインドの現地法人が行っている。前述のようにスポーツスターよりも軽く、車高も低いということで、女性や小柄なライダーでも扱いやすいため、日本の自動車教習所では、 大型自動二輪車用の教習車として使われ、始めている。ストリートは、X ゲームズの競技向けベース車両となっており、2014年に、スパイクタイヤを装着させた、アイスレース仕様と、ダートトラック向けの改良を加えた、フラットトラック仕様が発表されている。そして、アマ、フラットトラック向けの仕様として、1970年に登場した XR-750 の、 後継車両としての開発も進められ、2016年シーズンにより XG750R としてデビューした。なお、XG750R の車体は市販のストリートのものをほぼ刷新しており、エンジンは XG750 から改良したものを搭載している。ハーレー・デビッドソンがミラノショーでニューモデルストリート750。 500発表ウェブミスターバイク2 0 1 3年11月ウィ b ク i t b i k e 山のハーレーダビッドソンストリート750教習者ハーレーダビッドソンクラシキ X ゲームズアスペンデの h d ストリートのアイスレースハーレーダビッドソンダークカスタムハット X ゲームズオースチンで HT ストリートが激走ハーレーダビッドソンダークカスタムハーレーの次世代 ダートトラックレーサー XG750R が、レースデビューレスポンス2016年6月1日、ネクストジェネレーション、リキッドクールドハーレーデビッドソン XG750R フラットトラックバイクブレークス、カバーアットアマプロ、スプリングフィールドマイルハーレー、デビッドソンウォーターカンパニー2016年5月26日。ありがとうございます。